ヨハン・クリスティアン・ヘルテルは、ドイツの作曲家、バイオリニスト、ビオラダ・ガンバ奏者。エッティンゲニン、バイエルン出身。父のヤーコプ・クリスティアン・ヘルテルは、エッティンゲン校の宮廷学長であった。父が、ザクセン・メルゼブルク校の宮廷学長に就任すると、それに従い、メルゼブルクの宮廷オルガニストから、鍵盤楽器を学び、バイオリンを独習した。 その後晴れで進学を学んだが中途で切り上げ、ザクセンメルゼブルクコモーリッツビルヘルムから、奨学金を得て、ダルムシュタットで、エルンストクリスティアンヘッセにビオラダガンバを支持した。1718年から、ザクセンアイゼナ派公国の宮廷学団で、学士長を務め、1741年に公国が、消滅するまで務めた。ついで1742年から、 メクレンブルク・シュトレイリッツ広告の宮廷楽団で学士長となり、1753年に楽団が解散されるまでその任にあった。またビオラダ・ガンバ奏者として、ドレスデン、カッセル、バイマル、ブラウンシュバイク、マイ人間、ゴータ、ベルリンなど各地で演奏を行っている。作品には、バイオリンやビオラダ、ガンバのための多くのソナタのほか 管弦楽曲や室内楽曲があるが、大部分が散逸したり、未出版の状態である。息子のヨハン・ビル・ヘルムも作曲家になった。ホルスト・シーガー、ムジーク・リグ・ジコン・パーソニン・ A、Z、ドイチャ・バーラグ・フュア・ムジーク・ライプツヒ、聖テス335。ありがとうございます。